せーの、こんばんは。始まりました。東京ドッカン月曜日、原宿大好きインムーパ原宿店。この番組は原宿のインターネットカフェムーパ原宿店から、全国のネットカフェムーパ、コミカ、リバティハウスの店舗と TV ライブオンラインが全世界に向けて発信する参加型公開生放送番組です。今日のメイン MC は宮田明日香です。よろしくお願いします。そして今日の出演者、どうぞ。山田理香子です。よろしくお願いします。ゲストで出演することになりました加藤千里です。よろしくお願いします。加藤美里です。お願いします。この番組は公開生放送なので番組観覧ができちゃいます。ここの場所をお願いします。JR 原宿駅竹下口より徒歩5分です。竹下通りを明治通りに抜けて右に曲がり、何て言うの、ダイアナの隣にあるケバブ屋さんの上に黄色い看板があるのですぐ分かります。もしくは東京メトロ千代田線副都心線明治神宮前駅5番出口より徒歩2分です。公開収録収録の観覧にはムーパ原宿店の入店料がかかります。詳しい地図や料金はムーパ原宿店のホームページで確認してください。緊張してんじゃないの、山田さん。してないです。怒ってんの。怒ってないです。ツンデレなんです。挨拶しました。視聴者さん、しました。チャットの皆さん、はい、あらはな24です。アラハナさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カケさん、こんばんは。タキさん、こんばんは。こんばんは。セピアさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。カケさん、カケさん、こんばんは。した。2回目。ネクママ、ネクママサトさん、こんばんは。こんばんは。今日はなんか姉妹が来てますね。双子です。双子です。なんか山田さんのことすごい好きなんだって。え、そういう傾向にあるんですか。そういう傾向にある。いや、そう、うん、山田さん先輩役なんでしたっけ、なんか。上田先輩。そうなの。上田先輩。山田さんなんか、なんて照れてるんですか。寝てるやん。なんで山田さん、寝てないの。寝てます。でもなんか今日機嫌悪そうね。機嫌悪いの。悪くないです。ちょ、姿勢曲がってるよ、すごい。おばあさんみたいな。腰痛いの。うまくんのテンションについていけないだけ。僕今日ね、新幹線で来たんですよ、今。知らん。うまいんざし。新幹線で来たんですよ、わざわざ。新幹線通勤。かけさん、千里さん、美里さん、美里ちゃん、はい、初めまして。緊張してる。緊張してます。してるように見えない。ね、初めてなんでね。山田さん、だいぶ髪伸びました。伸びた。ロング。一言伸びた。かけさん、うまい新幹線。そうなんですよ。熱海から新幹線。熱海から新幹線。はい。あ、レッドコメントマックスさん、こんばんにゃだって。こんばんにゃ。こんばんにゃ。山田さん、ゆうべ飲んだんですか。飲んでないの。二日酔い。二日酔いですか。え、なんか最近あったんですか。何もないです。宿題いっぱいあります。ないです。ないの。宿題マスカさん、いっぱいあるんですか。宿題いっぱいあるんですよ。宿題いっぱいあるな。あるの。数学に、社会に、理科に、英語に、あ、多い。家庭科に、多い。いっぱい。あ、なんかレッドコメントマックさんが、はい、こんばんにゃ。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 うどん県の赤い彗星、三条だにゃ。あ、うどん美味しかったです。山田さんは犬派ですか、猫派ですか。犬です。犬、近くにいるんですか、ワンちゃん。いない。お家の近くに。え、いない。なんかその仲いいワンちゃんとか。いない。いないんですか。野良犬なんか野良犬に追いかけられてる人見たことある。いや、漫画みたいな。自分も追いかけられたらどうする。そうなの。全力で逃げるみたいな。山田さん、なんか覚えたセリフあります。なんか、え、まゆみ。まゆみ。なんかすごい。まゆみ。今行く。なんかす
ごい盛り上がってましたね。なんかあ、じゃあそれか宝変えてリカコにする。なんかちょっと4人でやってみてください。宝塚風にっていう、ねね、じゃあ行くよ。宝塚わかんないみたいな。リカコほらほらやめて。あ、やめて。やめて。空みたいな。ちょっと今ちょっとあれしたわ、フリーズした。今行くじゃない、今行くがなかった、ねね、上田先輩役。上田先輩乗ってくれないの。山田さんは上田先輩っていう役なんですか。実際違う役なんですよ。ハマり役が上田先輩なんです。上田先輩っていうのはあるんですか。ちょっと名前が出てくるんですけど、会話の中に名前が出てくるんですけど、うん、本人は出てこない。あ、出てくるんです。セッターさんがまた こんばんはだ。こんばんは。レッドコメントマックスさん、次に都内に行くときは原宿の放送を差し入れ持っていきますにゃ。その時はよろしくにゃ。お願いします。にゃにゃにゃ。うまってなんて言うんですか。その上田先輩は誰が作ったんですか。知らない。台本に、はい、ルミちゃんっていう子が、はい、上田先輩と目が合っちゃったみたいなところで、上田先輩がちょくちょく、ね、ちょくちょく出てきて。さ、怖いですよ、その下見ると。下見ないでください。下見ると怖いです。カメラ見てください。ジー。山田さんは何役でしたっけ。アキナ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 はどんな役なんですか。なんか茶化してる。頑張れって感じ。ルミちゃんを茶化してる。頑張れって感じ。何だデートみたいなこと言って。告白しちゃいるからみたいな。私が準備してあげるから。山田さんぴったり役ですか。ハマり役。上田先輩がハマり役。上田先輩出てこないんでしょ。出てこないのにハマり役。そうなんですか。上田先輩。上田先輩。あとはい、あきらくんっていうのがいて、そのあきらくんの真似をしている人たちの真似をしてるんです。あ、レッドコメントマックさん、次は和三盆チョコが差し入れにある。和三盆何なんでしょう。そっちの名物気になります。なんかチョコに見えないっていう。名物なんですかね。わさ、わさんぼん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 。山さん、2年前に内山さんと行ったあの伊豆覚えてますか。あそこに行ってるんですよ今。そうなの。今 Now 伊豆な、伊豆な、来た伊豆な、伊豆伊豆かわいそう。あそこでなんか他の撮影もしてました。CM も撮影しました。あそこに佐々木さんと吉岡さんと水沢さん行ってるんですよ、ロケで。4泊5日でしたっけ。そうですね。そこまで長いブログに載ってた。ブログになんか情報屋的な。その後また情報も任せなさい。その後また行くんですけど、今日はなんかドリンクのあれやるんですか。あれやるんですか。なんか誰がどれ美味しいとかちょっと紹介してください。ムーパさんのやつ。ムーパさんの結構飲み物いっぱいあって迷ったんですよね。はいはい。じゃあ宮田さんからいきますか。カレー。はい。炭酸水。透明ですね。炭酸水。スプライト。なんか最初水かと思った。いや水は。なんでスプライト選んだんですか。美味しいんですよこれ。何がどの辺が美味しいんですか。なんか三ツ矢サイダーみたいな感じ。あ、ネクママさん、やっと画面が出ました。かけさん早飲みするんですか。ね、ゲップしないでこれを。あ、一気飲みみたいに。一気飲みでもきつい。全部あの47都道府県言う。来たやるんですか。やらないです。やるんですか。炭酸をいきなり飲むと涙目になるんで。落ち的にゲップしなきゃダメなんだよ。え、なんかつらくなるよね。スプライトを初めて飲んだのは何歳の時ですか。小1ぐらい。覚えてる。長いな。あ、マレーシアで。あ、例のマレーシアで。例のマレーシアの何ちゃんでしたっけ。あの辛いのパンで。インギース。インギースちゃん。ついきのちょっとね、話題に出てきたんですよ。え、インギースちゃんとお話ししたんですか。いや、してないです。してないですか。話題に、だんだんと、なんか、羊の名前。あ、家族と。あ、レッドコメントマックさん、和三盆は、和菓子に使われている高級砂糖のことにゃ、みゃ。みゃ。
砂糖チョコ、砂糖何なんでしょうね、和風っぽいチョコレートなんですかね、和菓子漢字が分かんないんですけど、大和の和に大和の和に三にお盆のボンです、お盆のボン、大和の和ってさ、大和のとじゃない、いや、あの和、大和の和です、横に口が入るから大和ハウチュです、大和ハウチュ、大和ハウチュ、そうそう、で、じゃあちょっとスプライト飲んでみましょう、飲んでみましょうか一気飲みしちゃう感じかな、一気はコップガンってやって山田さん好きだったんですよね、47都道府県、あのもう、いやちょっと飲んで一口飲んでみましょう、山田さん、いや、やめなさい、やめなさい、美味しいですか、美味しいです、美味しいですか以上、以上みたいな、飲んだことあるのを飲んでみましょうって言われてだからなんで選んで、なんで美味しかったかっていうのを聞きたかった、ね、甘い、はい、甘いんだ、甘い、砂糖の味、砂糖の味今日発見したんだよね、んえ、それじゃなかったっけ、何ですか、何発見したんですか、ゼットアップじゃなくて、ゼットアップ、似たような、あ、セブン、セブンアップ、全然違う、全然違う、似たようなので砂糖まで作ってるだけみたいなことになるでコップに入れてコップにジャーってやってんえ砂糖ストローで飲ようのあジャーってやって飲んでたらなんかあの砂糖溶かした時のあのうねうねり感あれがあってあ砂糖だみたいな宮田さんあのスプライトって何種類かあるんですよ、知ってますか、よくわかんないです、あのなんかレモンが入ったのとか、桃ある、桃あった、あ限定がなんかかな、そうなんだ、なんかダイエットのやつとか、そうなんだ、ネクママさん、ネクマストさん、仕事に戻ります、またです、だって頑張ってください、頑張ってください、さあじゃあお仕事ですよ、今度は山田さん、山田さん、やる気、山田さん飲んでみますか、何ですかそのピンクなのは、なんだっけ、ピンクレモネード、そう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 、この前沖縄行った時なんかアセロラと思った、アセロラじゃない、でもアセロラでも炭酸あるからね、ちょっと見える、じゃあちょっと一気で、一気でお願いします、一気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 、40、何よりもダメだ、あれえ、ちょみっとすぎない酸っぱい何表現するとどんな感じの味、ライム、レモネードだからレモン、ライムみたいな、あやっぱりやっぱりマイクに当たって予想的中みたい、いや色とか、うん、ここら辺が痛くなる酸っぱい、痛くない、痛くなるのに飲んでるの美味しいよ、でも山田さんなんで選んだのピンクレモネード、僕も好きなんですけどね、前飲んで美味しかったから前飲んで美味しかったからそうだその前沖縄の撮影に行った時にすごい沖縄って感じの、沖縄って感じ、牛乳パックに入ったピックレモネードをリカ子車の中で飲んでて、あすごいすごいちょっともらこんな感じ、あのストローさせてちょっともらったんだけど花粉の味、花粉っぽいか、蜂蜜の蜂蜜とか花粉感が強いみたいな、花粉感が強い、表現が難しい、なんかなんか花粉感ってピンク色のウォーターみたいな、みたいな、なんかちょっと粉っぽい、いや粉花粉の味みたいな、山田花粉食べるの、花粉食べてる簡単に言うと大好物が、大好物が鼻の匂い嗅いでフッってなった、山田さんあのレモネードってそのピンクレモネードって売ってないでしょコンビニとか、うん、山田さんが行くところで、うん、ね、じゃあここしかない、ここでしかない、限定でやっぱりコンビニにはない沖縄にはありました、ね、レッドコメントマックさん、馬さんは水曜ドッカンで会いましたか、そうです、会いましたね、一回、あそうなんですか、まさか口が動いてない、秋葉原じゃないか、カタ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 閉じちゃったから秋葉原あそこで会いました、上野で、上野の、あ口パクパクし始めた、上野で会いました、さあじゃあかわいい、山田さんどっちがどっちだか区別つきますか、ちさとちゃんとみさとちゃん、おそれなんか並び変わってないからだよ、さっき紹介して、そうそう、ほくろで分かるんだよ来たよ、なんかそれほくろで見分ける、ね、言ったよね、ほくろで見分ければいい、なんか2人並んでどう見分けるの、鼻にほくろがある方が千里とか言って微妙な違い、でもそれ言っちゃったら当てられちゃうよあでも画面の向こうからは分かんない、山田さん分かんない、山田さんの学校で双子いない、いるいるよね、何年生と何年生、
2年生にもいるし1年生にもいる。そうなの、うん、男男女女、うん、男男男男女女。2年生の方がどっちなんですか。え、男男男。1年生は男男と女女。あ、全部で3組あるんですね。あ、どちらもいる。高校に 3組います。あ、1年生に3組いる。山田さん2年生に2人いて1年生に2人2人いるとか、うん、3ついるとか、うん、仲いいのその3組とか。微妙。2年生の方はイケメン。イケメン。イケメン。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ね、2人ともイケメン。山田さんなんかあのお返ししたんですか。仕返し。お返し。あのなんかホワイトチョコレートとか。いや。あげてないですか。友達にはあげた。友達にはあげた。バレンタインもらった時にお返しできなかったからホワイトデーにあげた。あ、何もしてない人はどうしよう。受験時期だからできてない。できなかったんですか。何もなんか遅れてね。宮田さんの学校は双子いるんですか。うん、上級生の方よくわかんないんですけど、はい、1年生に2組。2組、それは組み合わせはどんな感じなの。どっちも女子女子。女女女女女で、はい、似てるんですか。似てますね。あの1年生もうすぐ2年生でクラス変わっちゃうんですけど、はい、1年生3クラスあって、はい、1、2組があの1、2組と3組で別なクラコース見ていて、はい、私3組だったんですよ、はい。でそれで3組の中には双子が2人いる。どっちも揃ってるんです。揃っちゃった。でそれと1組に1人いて3組に1人がいるんですよ。あ、離れてる。 1.5 組と 0.5 組、ね、え、違う。あの双子のどっちもいるのと片割れと1組にもう1人いる。あ、レッドコメントマックスさん、僕は逆チョコを渡したにある。どちら様に。女の子にあげたんじゃないですか。みゆかしか。みゆ。まゆみ。まゆみ。今行く。待って、それなんで出てきたの。でも姉妹と仲いいですか。まあ仲いいですね。仲いいですか。1組の方とはあんま喋んないですけど。なるほど。だ似てます。はいはいはい。あ、山さん何あくびしてんですか。リラックスしちゃった。あったかくなっちゃったみたいな。リラックスしちゃったから。じゃあその山さん紹介して飲んでもらってください。僕ちょっとね、まだね、どっちがどちらがどっちかマジダメじゃないですか。ごめんごめんごめん。ちさとちゃん、ちさとちゃん黄色いのかな。ちさとちゃんはなんかね、緑茶入れたんだけど。なんで緑茶。緑茶が好き。シーシレモンかと思った今。緑茶が大好きだから。リアルゴールドじゃないですか。違います。普通の緑茶。緑茶入れたんですけど。あ、プチプチなってんだ。プチプチ。炭酸みたいになっちゃった。なんで緑茶選んだんですか。大好き。緑茶が好きだから。緑茶がお母さんなので、うちら日本人。日本人。日本人。大好きなものがせんべい、かりんとう、抹茶、お茶和菓子系の方が違うよ。なんか山田さん無言になっちゃう。なんかそういう系統が違いますな。山田さん無言になっちゃいます。せんべい大好き。せんべい大好き。アイラブせんべい。せんべいだったら何でも食べるよね。ハモったね今。さあじゃあ飲んでもらいましょうか。緑茶。飲んで飲んで。どうしたんですか。言いました。何があったんですかね。ごめんね。美味しかったですか、緑茶。めっちゃ美味しいです。あのお茶と混ぜると美味しいですよ。何を。何ですか。いや、お茶同士で。お茶とミルクティーと玄米茶。ミルクティーあるよ。ミルクティー、ミルクティーと緑茶。いやいや、待って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 。お茶同士ですよね。あ、まあそれはそうですけど。入れる。入れる。いや、ちょっとやだ。後で後で。科学実験。ウーロン茶と緑茶とか美味しいですか。今度やってみます。ブレンドコーヒーみたいな。ブレンドコーヒー。ブレンドティー。ブレンドティーか。じゃあ、美里さん。美里さんは妹さん。はい、そうです。何選んだんですか。ミルクティー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 みたいな。ちょっと待ってください。山田さんミルクティー好きですか。ミルクティー好き。ミルクティー。ミルクティー。ミルクティーなんだ。なんでミルクティー選んだんですか。多い方の紅茶っておかしいですよね。ん、多い午後のお紅茶っておかしい。おかしいですね。あ、そういえば友達が、はい、午後の紅茶を普通に言うなら午後のティーでいいじゃん。午後ティー。まあ略して午後ティーなんだけど。午後ティーだね。友達が午後のコーティーって。ダサいダサい。あ、レッドコメントマックスさん、数人の女の子に渡したにゃ。一人はゴディバのチョコを渡したにゃ。わあ。プレイボーイ。ミャー。プレイボーイ。ミャーミャー言ってます。ゴディバのチョコ高級品。うん、
何個入りとかチョコって言ったら5回言ってくらいから、ね、食べたことない。お返し来ましたか。そのお返しも来たんですかね。来たのかな。来なかったらかわいそうだよ。いや、わかんないかもしれない。いや、まあ、うん。そこら辺には触れて。じゃあ、ミルクテーはどう。ミルクテー、ミルクテー、ミルクテーを。ミルクテー飲みましたか。飲んでない。なんでミルクテー選んだんですか。ミルクテー選ぶ理由好きだから。ミルクテーのことが好きだから。なんとなくなんとなくかよ。なんか目の前に目が普通に目についたから。はいはい、メルクティーしか目に入らない。なんかさ、入れた時にさ、ミルクティーじゃないかって。そう、茶色でバーってできて、あ、違うって。ミルクティー。あ、違う。じゃあ飲んでみてください。ミルクティー、はい、ミルクティー。なんでなんでなんで。どうですか。白けるからやめな。はい、ごめんなさい。そのネタ終了。ミルクティー美味しいですか。古いんですかね。はい、じゃあ、あ、レッドコメントマーク、数人からは帰ってきたにある。あ、じゃあ残りの数人からは帰ってこなかった。山田さん、だらけてます。え、だらけてます。いつもです。山田さんすごいよ。山田さん幽霊みたいになってる、一人だけ。あ、誰かの守護霊かなんか見る。山田さん、いや、背後霊か。背後霊、背後にいないから。山田さん、あのー、来ないでください。来ないでください。今届かないと。山田さん、今何時頃起きて何時頃寝てるの。休み中は。春休み中は9時に起きた。今日朝9時寝たのは昨日。うん、覚えてない。うち記憶喪失。もうじゃあ酒飲みながらもう寝ちゃったみたいな。飲んでない。飲んでたらもう、って感じで。もう家帰ったらバタみたいな。飲みながら飲みながら突然突然寝ちゃった。チュン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 みたいな感じ。それ一番体に悪い。9時だ。でもこの前ベッドで iPad であのミスとかの画像を見てたら寝てた。寝てた。気がついたら iPad 目の前にあってびっくりした。あ、おおみたいな。あれを枕代わり電源つけたらミクがダッて出てきてハッてなって。山田さん、アスカさんと仲いいっすね。仲いいっす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 。ダッチです。お互いじゃあ入れてちょべり場です。なんかこの人なんか一回ちょべりば。山田さんと飛鳥さんはお墓一緒でもいいんですか。いや、それは死にません。死なないんですか。不死身じゃなくて不老不死ね。山田さん不老ではないかもしれない、うん、かもしれない。不死身かな。死なないってことですか。不死、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 死なないってことですか。不死の鳥。はいはい、不死鳥。お墓の話はしないでください。関係ない。だって不死の鳥言うたから。で、あの飛鳥さん、スプライトだったら何と一緒に食べたら美味しいですか。ね、何でもいい。何、ね、あ、レッドコメントマックさん、うどん県から夜行バスで約11時間くらいかかるから疲れるにゃー、みゃー。半日ですか。あー、12時間長い。みゃーって来てるんですか。本当だ。りかこさん、ちょっとあの画面から消えちゃうかもしれない。山田消える。山田消失。消失モード。山田の消失。消失モード入ったよ。戻れない状態。落ち着けてる人々。お帰りなさい。で、飛鳥さんはあの何とスプライト美味しいですか。え、普通にスプライトだけで飲んでる。いや、なんかこう。いや、お菓子と。お菓子。お菓子、お菓子。チョベリバ。チョベリバ、チョベリバが合うよみたいな。山田さん、チョベリバ何で覚えたんですか。え、なんか、なんか脳内の片隅に入ってる。チョベリバって意味何ですか。チョベリバって15年ぐらい前に流行りましたよね。何ですか、それ。14、15、超ベリーグッド。超ベリーグッドって言って、あの今大好きな超ベリバットか。バット、バットか。バット、あ、だからチョベリバ。なんか、あの、はい、好きな漫画に神の溝知る世界。あ、見てた、見てた、全部見てた、全部見てた。があるんですけど、あの山田さん面白くないらしいですよ。悪魔の、はい、悪魔のエルシーっていうのがいるんですよ。はい、エルシアデリュートイーマ。カレー。あ、名前覚えてるんだ。で、そのなんか上司に、はい、ノーラさんって言うんですよ。はい、で、そのノーラさんがそのなんかエルシーの家に邪魔しに来た時に、エルシーのバディの桂木桂馬がエルシーの後ろでノーラさんになってちょびりまですって言ってた。え、言ってたの。漫画で、漫画で。漫画か。漫画で。上田先輩出ないですか、それ。
上田先輩はちょっといないかな。ちょっといない感じか。世界的に女子しか出てこないかな。それにあれ魔法使えないとダメだよね。チョベリバ。山田さん、山田さんはピンクレモネード何と食べたら美味しいですか。ピンクレディチョベリバ。なんで？チョベリバ。じゃあいいですね。それとさ、何と。チョベリバ。言われたからみんなもこれなんかささやかれたから言わなきゃいけないパターンで、リカ子が耳元に来たら絶対チョベリバしか言わないなっていう。耳元に来た瞬間もうチョベリバ離れる離れる。でも美里さん何とミルクテチョベリバ。チョベリバ後輩。じゃあそうなの。じゃああのあれだね、はいはい、流行語大賞狙っ狙っちゃう感じか。みんなにチョベリバ言ってチョベリバ言ってみたいな。それは何ですか。ポテロング。あ、美味しいよ。止まらない。サクサク感。開けていい。気が早い。開けていい。もうさ、OK 言う前にもう開けてるよね。てか。あの山田さん、それはあのロング。ピンクロングなんですか。ありがとう。あ、あ食ってますね。もうそれ。食ってます。うん、わやか。短いんだけど。一人だけ食べちゃってるし、うちも。なんかあの AKB 新しいプッチョのコマーシャル、あれチューしてるんですか。なんかチューしてるんですか。映してますね。あ、山田さんそれやってみましょうか。アスカさんといいです。横端からポテロング食べるみたいな、ね、横端からポテロング食べるみたいな。いいです。あ、ポッキーゲームみたいな。そうあ、それはポテロングゲーム。ポテロングゲーム。山田理香子ポテロングゲーム。山田さん、ね、ちょっと飲んでる場合じゃない。完全に飲んだ。すごいあの、はい、アメーバに叩かれてますよ。どういう風に叩かれてます。ね、あっちゃん卒業だよ、ちょっと気持ち悪いみたいなのが。あっちゃん卒業だよね。そうなの。なんか今日テレビ見たら出てなかったもん。なんか卒業って、なんか女優としてはいや頑張りたいみたいなこと。あ、あの新しい人 AKB はカバリンさん。カバリンさん、こんばんは。こんばんは。カバリンですって。カバリンさん、僕と同じ誕生日です。おお。どうでもいいじゃん。おーみたいな。え、で、何。どうでもいいか。何月。前1月24。お、1月20。あっちゃん、なんで、あの、ソロでやるの。なんか、余裕として頑張りたいらしい。そうなの。 AKB は卒業という。うーん、テレビの CM 見たら出てる。なんか、でも、何それ。山田さん、あの、松井さんって知ってます。 SKE の松井さん。松井リナです。ジュリナ。あれ、ジュリナ、あの、若い方。エリナの人。なんであの子は、あの、AKB に入っちゃったんですか。何それ。なんか AKB に臨時で入ったような。あっちゃんが抜けちゃった。いや、ダメよ。ダメ。分からないですよ。でもなんかあの子たまに AKB の曲出てましたよね。あの桜のあれなんだっけ。いや、何曲か桜何曲か出てる。何曲。桜の花だろう。あ、違う。桜の花じゃないよ。なんだそれ。あの、山田理香子になろう。落ち着け。はい。山田理香子。落ち着けとか聞こえてる。落ち着け。そうそう、だからね、あの子だってなんか泣いてたけど感動して。でもなんかね、ちょこちょこやってたよね、あの人ね。 AKB の事情をよくわからない人なんですけど。 AKB 週刊よくわからない。 AKB 大好き大好き。ももクロより大好き。ももクロ、あの、なんか誰。なんかみんな夕べももクロ歌ってた車で。ももいろクローバーちょっと。そうあ、違う、待って、こっちだ。何うちこれ。だから、働こうやつだ。働こうとかなんか第4話とかいっぱいある。まあ、レッドコメントマックさん。はい、来月僕の誕生日にはおめでとうございます。何日ですかって。何日ですか。何日。あ、カワリンさん、はい、1月24日です。1月24はカワリンさん。24はカワリンさん。レッドコメントマックさん、何日ですか。10月15日いませんか。今日さ。はいはい、今日どうしたの。欲しいスカートがあってさ。欲しいスカート。すごい欲しがってて。あ、2人何時頃原宿に来たんですか。3時半ぐらいなんですけど、1時間前に着いちゃってずっと暇してたんですよ。はいはい、そしたら山田理香子登場。山田理香子登場で、はい、あの、新宿からの行き方が分かんないとか言って電話してきて。さすが。切符で、なんか切符だったんだけど、なんかその改札出たらどうすればいいのかと思って。改札出たら新宿からあの山手線乗り換えるのが分かんなくて、そしたらなんか新宿の切符が出てきて、ヨインってなった。まとって原宿行って清算すればいいのかなと。清算した係員がいる窓口に行ってくださいって言われて、ピンコンピンコンってなったでしょ。ガチャンって。そうそうそう。あ、4月18日やだって。レッドコメントマックス。おお、4月いいな。4月新入生歓迎会。
4月は。で山本さん無事に原宿は来ることできたの？スカートの話しよう。スカート。いやいや無事に原宿来れたんですか？来れたんです。あらいるじゃん。あそう。来れてなかったらいないから。竹下通りのモモっていうお店が、はいはいはい、新しいお店。新しくないと思うんですけど、いっぱいいっぱいある中のモモの一個のお店行ったら、ずっと探してた奥の方の。あのスイパラの一番近いものでっかい、多分一番でっかいものだよ。でそこで、うん、スカートが一着すごい探してたやつが、欲しがってたスカートがあって一着だけ、一、うん、着だけ残ってたのに、ね、リカがそこで諦めて。長いスカートなんですか？いやすごいミニスカートで、何色の、白というかクリーム色みたいな、ベルトのところにあのベルトのところにあのパールがザーってやってるみたいな、ビーズみたいな。いくつ、いくらぐらいなの？1900円。安いね。でそれで1着だけあったんだけど、なくなってた。リカ子や諦めて、でスイパラ行って戻ってきたらなくて、買おうと思ったの。でも売れちゃったんだ。誰買ったんだ？だってラス1だったんですよ。ショックだって。買えばよかったじゃん。そう、そんなもんだよ。いや泣かれても困ります。滑り場です。NMB48 にうどん県出身の子がいるにゃ。原宿の店は探したにゃ。リータだなり。原宿の店は探したにゃ。リータだなり。で、いるの？であの山田さんだってそれさ、あのなんていう会社のスカートなんですか？何がメーカーというか。え、モモ。モモ？モモヤフオクとかで探したらありますよ。いや、そこまでヤフオク欲しいよ。だからオークションで探せばいい。あ、ウェブでオークション。そうそうそう、パーティーシューじゃん、ヤフオクとか。そういえばあのリズミサで5000円のなんかお楽しみバッグみたいな出てた今日。で 5着入ってて、はい、5000円の、うん、あ、それ安いですね。春の福袋みたいな。ああ、まあ外れもたまにあるから。ちょっと山田さん泣いてるから起こしたんです。いつまで泣いてても始まんねえぞ。上田先輩かっこいいね。ちょっと行ってみたくなる。上田先輩チョベリバ、チョベリバ、チョベリバ、チョベリバ。山田さん眠いでしょ、ひそかに。え、眠いでしょ、疲れたでしょ。あのスカート洋服欲しいよ。ショックが。そうなの。洋服欲しいよ。洋服に対するショックが激しい。通販ってあの生地の厚さとか分かんないから、帰り方が分かんない。原宿からの帰り方がわからない。家になり言い出しましたよ。来た道戻ればいいんだよ。覚えてないみたいな。線が違うんで帰るといった。なんで？え、何線で帰るの？いや、ちょっとそれはあんまりほら言っちゃうと家分かっちゃうから。言っちゃうと家分かっちゃうから。そうなんです。そうかそう。多分あの線路の近くで待ってる人がいる。チラ。そうそうそう。怖いんですよ。怖い。三田さんみたいですよ。三田さんから。ちょっとチャオみたいな。三田さんから山田さんみたいな。家政婦の山田です。そうそう。で、なんかもう一個スルーですか、そこ。とんがりコーンあるじゃないですか。とんがりコーン、とんがりコーン食べたことない人？ありますよ。ある。おいしい。なんかもう一つのコンソメだったかな。あれ、コンソメ。暑苦しい、これ長いね。暑苦しくない？でも暖かそう。暑くないです。暑苦しい。これはね、南国の家。え、足踏まないこれ。ねえ、擦れてる擦れてる。南国、ふんだり苦しいからちょっと膝として。え、これなんかしようと、もう一つあるんですよ。あ、そうなの。それを食べて普通のやつ。あ、そう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 、はい、ベーシックなやつね。え、このあっさり塩が好きなんです。あ、これあんま好きじゃない。え、こんがり。美味しいじゃん。もうね、爪って言ってた。あ、カマリンさん、東京はどの駅も大きいから大変ですね。だって東京駅とか。東京はどの駅も大きいから大変です。うん、でも帰る前にもう一回洋服見ようかな。あ、私はあるかもしれないって。欲しいよ。起きて、起きて。気を落とさないで。頑張れ。山田さん、知らん。1日からずっとみんな一緒なんですけど、楽しいですか？うん。みんな一緒じゃないですか、1日から。楽しい。楽しい。あ、カワリンさん、昨日まで東京にいましたって。え、おお、東京にいた。東京にいたそうです。パカ。パカ。これいつも食べるとき下のところ、はい、高さ合わせて切るんですよ。あ、そうですよ。で、なんか、で、二人で分けて、二人で分けて。あー、なるほど。兄弟仲良く。仲良く。
であとお母さんは残りは食べるみたいな3等分にしてみた今日4等分しますか。なんかすごい雑な一番嫌だって言ってる人もなんか食べてもでも爪ってやる人は食ってるよもういただきます、はい、っていただきます。山田さん嫌いだとか食ってるこれが大好きなんです。山田さんこれ泣いてる泣いてる山田さんあのその尖ったところで、ね、突き刺してください山田さんに心象中だから食べ物を使わないでください。そういうふうにうさってほらほら刺されると思ってるからそれはあのちょっと聞きますけど山田さんの演技ってうまかったですか。上田先輩がめっちゃうまいです。上田先輩うまいですねちょっとやってもらいましょうじゃあ上田先輩ポップコーンがいい。カワリンさんリカちゃん、リカちゃん食べるの早すぎなのリカちゃん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 ほらやっていやそういえばさリカちゃん食べるの早すぎなのリカちゃん食べるの早い早すぎる。ちょっと演技やってよ山田さん。迫真の演技。顔が面白かったよ。いやいやあのなんだっけセリフ。えじゃやるよ。相手やるよ。そう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 。この顔がすごいんですよ。山田さんは演技が。えだってあの演技って普通じゃないからさなんか。えでもあれはあの怒り怒りを。すごい本当にちゃんと分かってるのって言う。本当にちゃんと分かってるよ。あ、それそれうちだ。さあ言って。なんだっけ。さあ何も言わない。さあ言ってきた。もうやめて。それで同時に押すとちょっと怖いってか思って。監督が笑っちゃったんですよ。あ、なんで。あ、もう双子でやられるとこれは怖いねってなんかすごいつくつく。さあ言ってよ。もうやめてもう。もうやめてそれ。それさ何度もあん時さあ一番言ったんだよね一番最初の読み合わせでさあ言ってさあ言ってだよそれで覚えちゃってそれで覚えちゃってさあ最低がさあ言ってになっちゃうなんか最低っていうところが、はい、さあ言ってって言っちゃったんですよ。あそれでもうこの3人ずっともう3人ずっとさあ言ってって練習の時にずっともう最低っていうセリフ言うたびに笑ってなるほどね。山田さんでも頑張どうしたどうした山田スカートだ新章中なんだスカートスカートだスカートが頭の中全部スカートなんでスカート頭の中全部スカートだから山田さん聞き合いよかったよ店員の人考えてること あれあと同じのないんですか在庫とかそうそうそうあとあの在庫なかったら入れてもらうこともできるからそうそうそう取り寄せ全然簡単じゃんそこまでそこまで頭が回んなかった山田さんだから行ってここにあったやつ取り寄せありもできますか実に面白い頭いいねガリレオ実に面白いえももって見せたよねここで一人で食べてる人ママあじゃあちょっと食べよう家の近くあの隣コーンはあれですか合いますかお茶とか合いますよ合いますよ、うん、合いますよ山田さん隣、うん、コーンはピンクレモネード合いますか合います。嫌いなんですか？あ、言います。あれ、あんま好きじゃん。もうないんですよ。それ、お酒なんですね。あのね、そうそう、今日ね、伊豆、また今晩行くんですけど、なんかワニがいるんですよ。あ、厚川とかっていうところにワニ園があって、なんか、ワニにバナナ食わせれるんですよ。ワニってバナナ食べるんですか？ワニって肉食じゃない。いや、でもなんかバナナ園があって、ワニがいるっていうのは。肉食ちょっと明日行ってみようかな。チェックしてらさあじゃあちょっと次の話題いきます。このなんか漫画持ってきてますけど漫画紹介してもらいましょうか。紹介していいですか。はいどうぞ。今日は何ですか。今日は恋を始めます。今日恋を始めますです。何巻ですか。めっちゃ面白い。3巻です。あなにこれこれしおり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 それしおりにするレッドコメントマックスさん、うん、うどん県の高松駅の愛称がうどん駅になるそうです。まあこうやって地域おこしですね。うどん駅の何々口で待ち合わせね。うん、わかったみたいな。そんな感じだね。かわいい、うどん駅。うどん駅。嘘みたい、嘘みたい。山田さん、こんな奇跡少し人気ある、運命に触れた気がして。よろしくね、日々の、だって。脱昭和女に成功した。今が旬な日比野ちゃんがついてくる。めちゃ棒読み。すごい棒読み。ついてくる棒読み。え？この山田さんの読み。大好き。大好き。少女。
の証拠見っていうなんかやつにこれも一緒に入ってる。あ、連載してるんですか。ね、チャオとかそういう系統に一人だけ違うじゃないか。今日は恋を始めますと、これはいらないです。アニメ化になりそうですか。あ、OVA ならやってますよ。あ、オリジナルビデオでアニメで。ドラマ CD とかなんか あ, 出てあったような気がしたような。南先生が好きでみつみつドロップスとか買ってる。あ、知ってる知ってる。あれ、それも OVA だよね。なんかこれはの銃撃戦とかロボットとか出てこない。出てこない。そうだよ ねえ。なんで少女漫画なのに。少女漫画少女漫画に銃撃戦とかは落ち着け落ち着け出てこないですね。あの宇宙人とか侵略かなりかなりそれロマンだ。それロマンだ。そういうのはないんですか。スケットダンスには出てきます。メランコリックランドでしょ。なんか超能力使えるクラスメイトとかそういうのも出てこない。それはハルキだ。サイキックスオの災難とか。鈴宮ハルキの憂鬱に出てくる全員保護。ハルヒとキョン以外ほとんどじゃん。どんどん登場人物殺されていくとかそういうのではないんですか。それはジャッジ、ジャンプ側のジャンススクエアとかそっちの方ですね。なるほど。じゃあ宮田さん、宮田さんの漫画紹介してください。はい、僕たちは知ってしまった2。2あ、2巻ってことね。2巻ってことですか。かっこいいよね。この漫画知ってますか。めっちゃ大好き。小説のあった気がする。この前試し読みしたので面白かったんでちょっと読んでみました。これ何連載してるの。フラワーコミックス。毎月。あ、フラワーコミックスはこれも。そっちもそうですね。でも違う、あの証拠見にはなかった気がする。なんか別冊とかもあるし、そっちの方で連載してるの。あ、フラワー、あれかな、マーガレット。マーガレット。あ、宮田さんはどんな本がいいんですか。僕たちは知ってしまった。誰が好き。イケメンなところ。イケメンなところ。イケメンなところ。あと可愛いところ。何今笑ったの。分からん、分からない。ピーちゃん、金髪似合うよ。金髪だっけ。黒髪に染める。やっぱりこれ小説だよね。あれでしょ、ケンちゃん出てくるよね。ケンちゃんはまだ出てこないです。あ、そっか。あ、まだか。そうだ、2巻なの。2です。2です。何なんか熱読してんの。集中も。宮田さんのそれはなんかアニメかなんかなってる。小説とかなってる。映画とか。わかんない。なんかこう、あ、でもさ、映画あれはなんだっけ。僕らがいた。あ、それは僕らがいた。ちょっと似てるから間違えるんですよ。ケンちゃんかっこいいよこれ。僕の部分でまケンちゃん。ケンちゃん。ケンちゃん、いや、あの犬なんですけど、このカジコトリちゃんって子がオタクで妄想がすごくて。あ、豆柴のとこしか出てこない。でなんか。ケンちゃん、ケンちゃん、飼い犬のケンちゃんを妄想してなんかイケメン、なんか擬人化みたいな感じで。あそこ出てこない。まだイケメンなんですよ。多分メールの出てくるかな。ケンちゃんはでかい犬なんですか。ちっちゃい。豆柴って書いてあった気がする。あ、レッドコメントマックさん、新ドラマ原宿大好き逆襲の山田はいつから撮影するのかにある。逆襲タイトルがすごい。逆襲の山田、山田はもうなんか固まってますね。え、逆集中モードなんですね。じゃあ逆襲ってことはその前になんか戦いして負けたってこと。クマ可愛くない。じゃあ、千里さん、はい、紹介してもらいましょうか。一人だけ少女漫画じゃないんですけど、セバスチャン、クロフスジです。あ、それは有名だね。セバスチャン、全巻漫画持ってます。セバスチャン、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 シエル可愛い。 G ファンタジーも買ってます。これは有名ですよね。乗れよ。もう持って読んじゃってる。セバスチャン、セバスチャン、ボッちゃんと悪魔の話だもんね。悪魔の、これが悪魔です。どういうストーリーなんですか。貴族、ね、主人公のシエルが、はい、悪魔と契約して、はい、なんかヒョー、なんか家族全員殺されちゃったんですよ。それをなんか復讐みたいな、犯人を見つけ出して復讐するみたいな感じの。でもそれは殺した人って人間じゃないんでしょ。多分まあ人間じゃないんですけど、多分執事がまだ坊ちゃんは人間なんですけど、執事は悪魔です。政治取れてるけん。で取れてなんかその復讐終わったらその悪魔の魂を食べるみたいな。魂をあげて成立。これアニメになってましたよね。アニメになってます。2もやってます。夜中やってましたよ。課長風月百回と両乱剣フォアターギュ超棒読み。必殺技だよ。この技は我が流派の最新。これアニメで出ないの。そう、ここはアニメで出ない。猛虎流砲万華。貴様一体何者だ。貴様一体何者だ。ファントムハイブ家の執事たるものファン。
パン、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 この程度の技が使えなくてどうしますというわけで、坊ちゃん、私が勝ちましたので、あ、本当に取れてる。男のトマックさん、はい、銀玉のセバスチャンかニャーだ。あ、銀玉見てます、アニメたまに。あ、カオリンさん、棒読みしすぎ、わらわらわら。却下、両乱剣みたいな。じゃあ、あの、みささん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 、紹介してもらいましょう。みささん、いきましょう。好きです、鈴木くん。イエイ。それは何連載してるんですか。ショート、ショートミっていうのでやってます。ジャマダゴはいいね。書いてあったりとか。梅からとか好きなの。あの、この人の作家さんが好きで、はい、作家さん、あ、漫画家さん、緑くん、緑くん、緑くん、全部ではないんですけど、カズマ持ってます。一番最初のやつは全部持ってるんですけど、鈴木くんってかなりいっぱい缶がある、うん、あそこになんか15巻まで出てた。15巻までさやかが可愛いね。どういう人なんですか。そ これ恋愛、人気で恋愛ですね。何歳ぐらいの男の子なんか。これは中学生からです。多分じゃあみんなと一緒ぐらい、5、6巻までは中学生のやつで、途中から これが高校生の方。なるほど。で、なんかイケメンだよね。イケメンだね。映ってない。セーバーの、まあ、この赤毛の子と黒髪の子がセットみたいな。黒髪じゃないよ、なんかピンクに見える。だね、その赤髪が主人公。主人公です、鈴木くんです。鈴木ひかるだ。鈴木だ。鈴木しのぶです。で、なんか光は途中でなんか光じゃないよ、さやかです。さやか途中で高校、恥ずかしがり屋だね。ここじゃない、中学3年生の途中ぐらいで。めっちゃ読んでるよ。大阪に行っちゃうんですよ、はい、と同時に飛行機で事故っちゃって、はい、記憶喪失。飛行機で事故ったら死ぬんじゃないですか。なんか記憶喪失に、記憶喪失になっちゃったんですよ。飛行機落ちたんじゃなくて、すごい、墜落した。落ちたのかな、よくわかんないんですけど。死ななかったんですか、とりあえず。はい、でもお母さんとお父さんは死んじゃって、親戚のところにいて、苗字も変わって、記憶もないから覚えてないんですよ。あ、じゃあ違う人間になっちゃったみたいな。性格も、で、なんかたまたま見つけちゃうみたいな。まあ、再会みたいな。最初はおとなしくて、すごく演技上手いんですよ。演技の上手い子で。アリスが可愛かった。これ、これ、これ可愛い。赤ずきんちゃんとか。これ、これが可愛いね。さやか、さやか、さやか。友達にさやかっていう子がいる。で、なんか、あ、こんな感じ？最初殴られたりとかするけど、だんだんまた惹かれ合う2人みたいな。はい、なるほど、まあ、超ロマンチック。あ、川西さん、山田さん、山田さん、そろそろ、そろそろ逆襲を、逆襲を。山田さん、もう逆襲の気持ちが強行で晴れてます。湧いてこない。山田さん、2年生なれるんですか。当てないで。なれる、2回言いましたね。2年生だったら何やります。なれる。ん、リカ子ちゃんって中1です。今中1。違うんだ。年下なんで。そう、うちらが先輩なの。私たち年下なんです。先輩。高校1年生になります、もうすぐで。高校2年生。おめでとうございます、先輩。山田さんは結構先輩にね。見えん。いや、あの、狙われてたんです。目つけられてる。ね、そうだよ、ね。ほらー。え、なになに、か、ほらー。あれなんか、おい、こっち来いよみたいな感じの。そっちの方の、そっちの方の目つけられたんですか。そう。さあ、行って。もうやめてよ。ハイタッチすんな。最高だね。山田さんはもうすごくて、すごく上級生締めちゃうんですよ。違うの、スカート折りまくりっていう。強いっすね。スカートめっちゃミニスカみたいな。払わないですよ、山田さん。逆にロングかもしれない。市内持って。あ、ここぐらいまで。スケバン？ここぐらいまで。あんたら私見ようかい。山田さんもバイク車も乗っちゃうみたいな。うわあ、なんかスカートもすぐここまでみたいな。どうなんですか。スケバン、スケバン、どんだけ長いんだよみたいな。スケバンだよ、スケバン。答えてあげて。ん、スケバン。あ、話聞こえてるよ、この子。スケバンリカ子みたいな。ヘッドコメントマックスさん、山田さん、全員の座布団を持って行ってくれにゃ。あれだ、焦点的な。焦点的な。にゃー。山田くん、座布団全部持ってって。え、これどかなきゃいけない、これ。全部持ってく山田くんの、山田くん、山田くんじゃないですか、本当のリアル山田くん。山田くんはあのパーマかけた。あれ、オレンジだっけ着てるの。赤オレンジは大変さん。山田さん、
そんな古風なスケバンだったんですか。違います、違います。隣にいる2人組はそうっすよ、姉さんか。え、マスクも、マスクもパッチャン。そう、しんちゃんじゃん。あ、いるね、いるね、姉さん、姉さん。実はね、昨日ね、車の中で山田さんがしんちゃんの歌をカラオケ、あ、みえちゃん見せたの。そう、全員に見せてました。みえちゃん、ダメだ、録画しちゃった。そうそうそう、全員に見せてました。全力で歌ったやつかな、みえちゃん。山田さん、しんちゃんの真似してください。嫌です。あ、オッケーしてもらえなかった。山田さん、隣こう鼻から食べてるとかできますか。鼻から、鼻から食べる、鼻から、鼻から食べること鼻から鼻からパクパク食べる感じ。どうですか。どうやるね。噛み砕く。あ、砕いて、砕上忍者のここからは。山田さん、呼び終わりました。ゲホゲホなるわ。面白かった。山田さん、ご感想は。いや、違う。はい、なんか違う。企画がさ、はい、なんかさ、はい、本を探す企画みたいのがあって、あった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 、借り物競争って、なんかね、そういう、あ、運動会、台本みたいなのが普通に大変更になる場合が、運動会、それ、それはどういう感じのあれなんか、ここのムーパーの人に、本を出してもらって、それ探しに行くムーパー、探しに行って、誰が一番で探しに行けるかみたいなのが、皆さん言ってください。ムーパーすっごい、でも、誰か出さないと何もいけないじゃないですか。あ、ちょっとレッドコメントマックス、はい、山田さんにエアガンをプレゼントしましょうかね。バーン、うちの弟、めっちゃコレクターなんですよ、うちの弟が。え、だからお祭りとか、お祭りとかであのくじ引きみたいなのあるじゃないですか、はい、それで、エアガン、こんなのあ、こんな大きいのあのハンドガンとかとかいっぱいあって、とかあれか、とかあれで、あの一番下のがハンドガンで、ビビダンで、いいんだいいんだ、あれはそれで、そのハンドガンあれなんか犯罪に今なってますよね。いや、昔からあれ、今もうだでもなんか持ってたらもうダメみたいな、もう、え、うち持ってる、持ってるだけでもうダメっていう、弟と同じの昔持ってたよ、段階があって、その昔持ってて捨てた、あれより結構強いやつ、どうしたの、殺傷能力がある、あ、でも持ってても打たなければ首が重いみたいな、もうダメ、ね、違法に改造したやつなんでダメ、大きいのだと思ってちゃダメだけど、小さいのは打たなければいいんだ。山田さんおかしくない、どうしたの、どうしたの、どうしたの山田さん。うちではあのお父さんが揺れる、お父さんが叱って今たまには弾を入れないで使うようにやめん、あと よく言わない、人に痛い、皆さん、人に持ってないですって言われて、カーテンに向かって頭当たっちゃって、猫に向かってやりません、猫可愛いんです、猫可愛いんです、でも猫ってすごいよね、毛が、このあの、なんでしょうね、こめかみらへん、リカコちゃん、リカコちゃん、こめかみのちょっと下の、聞かないんだって、この人届かない、聞かないんだって、この人怖い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 じゃれすぎ、そうそう、またじゃれてる、いかこさん当たる被害が、いかこさん痛い痛い痛い、カバリンさんが今日はいつもと違う雰囲気、いかこさ ん、 なんか離れていい、テンション下がったり上がったりか、あ、しょ、みさと消失の巻きだ、だってさ、被害がすごくる、チャット一応映ってるから大丈夫、痛い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 、怖い、いかこさん、いかこさん、怖いよ、収録中、もう2人いじめられる、うち収録中です、収録中です、怖い、山田さん、山田さん肩かれちゃってベタじゃねえよ手冷たくない、暴れないでください、冷たい、暴れないでください、し死人なんでしょ、じゃあ今日はやめてよ、あの
宮田さん、宮田さん2年生になったら何やりますか。何やります。何やりますか。後輩締める。後輩締める。やりません、やりません。ねえ、同級生を今締めてよ。あ、レッドコメントマックさん、実弾射撃はストレス解消になるんだ。落ち着いて、落ち着いて。山田消失感にある。カマリーさん、リカちゃんのイメージ変わったよ。山田さん、被害が。ったら何やります。これが素なんです、山田さん。中二だったら何やる。勉強やる。勉強やりますか。部活は。部活もやる。部活何部入ってるの。ブラバン。おー、いいな。でも山田さんね、1ヶ月に1回くらい変わる。髪の毛バッサバッサなの。軽音部やってみたいし。軽音部ないんだ。ないの。うちの学校ある。ないんだ。マサイも消さないね。だから選択科目で音楽を選んで。ギターを。マサイも消す。あーちゃん、了解しました。シキー。カマリンさん。何を。その、締めるっていうの。あじゃあほんの冗談です。あ、じゃあ手伝う。援護します。お願いします。サポート。高校生になったら何やりたい。チキャッチャーやるわ、はい、何やりたい。勉強。勉強。勉強。はい、何やりたい。レッツスタディ。部活かな。あとは選択科目でギター選んだからギター、はい、なんか1年後には音楽を聴いて自分で書けなきゃいけないんですよ。少し作曲するみたいな。びっくりしたの。作詞作曲じゃなくて絶対音感が必要になってくる。そう音楽を聴いて、これがさ何の音が流れたかみたいな。ギターでポン要求される。要求されるんですよ、1年後にはならなきゃいけなくて。大変だね。それを結び頑張ってください。あとは部活。部活かわいいじゃん。部活演劇部。演劇部。今まで英語部とか美術部とかだったから。山田さん何ですぐかかるの。え、飽きたから。2ヶ月ぐらいで飽きたから。続かないから。飽きたから。でもちょっとドラマ教えてもらったんだよ、これ。あ、友達ドラマやってる。じゃあちょっと休みでやだよ、恥ずかしい。あ、レッドコメントマックスさん、みんなでスカイダイビングにチャレンジするには。かっこいいでしょ。1スカイダイビング。スキューバしかやったことない。潜るんですよね。スキー、何て言ったの。スキューバ。スキューバ。山田さん、じゃあやってくださいよ。何を。ダイビングやったことない。ドラム、うん、佐々木さんもドラムやりたいっす。やだよ。いやあの、ギブミファイブでドラムやってる子いますよね。ユキリン。そうそうそう。ギブミファイブ。ギブミキルミファイブじゃないの。キルミファイブ、なんで。キルミって私を殺してだよ、それ。私を殺して5。だからミルキあるじゃん。ミルキ逆にするとあれキルミになるよ。怖いよ、あれ。いきなりそれ出てこないよ。いや、帰るとき怖くなるから。都市伝説でやってた。ミルキー。トイレ、トイレ真っ暗。だあの、ペコちゃんがあのベロ出してんのは、血を舐め終わった後。なんでそこの描写が描かれてるんですか。口開けると、血が、血が、血で真っ暗。カマリンさん、はい、みんないいキャラしてるから、みんなドラマに出ていいよ。怖い話したから仕返し。なんでうちじゃないもん。下のうちよ。だからしたけどこっちに引かれた。宮田さん、もうそろそろやめてくれ。今日はどうでした。疲れました。疲れました。ごめんなさい。ごめんなさい。企画もやらないです。山田さん。すいません。山田さん、ちょっと最後姿勢、最後に姿勢をしましょう。今日どうでした。今日楽しかったです。楽しかったですか。疲れてる。スカートどうするかちょっと。ちょべりば。スカートどうするかちょっと話しましょうね。ちょべりは広めてください。ちょべりは。じゃあ千里さん今日どうでした。 いじめられて大変でした。そうです。これちょべり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 、それ何の歌。ちょべりばの歌。歌ちょべりばの歌。千里さんどうでした今日は。ああ楽しかったです。た豚がいるぞ。リカ子ちゃんもいじあのいじれてよかったです。いじれられた。じゃれてもいいけど、はい、やめなさいやめなさい。止まれ。レッドコメントマックスさんがお疲れ様にあだ。お疲れ様です。ありがとうございます。じゃあそろそろ宮田さん。では最後。来週も見てください。バイバイ。グダグダだね。